ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日は特別編、ボンドカーズ大阪より車両紹介の動画をお届けいたします。そして車両紹介してくれるのはボンドカーズの岡くんが紹介してくれます。はい、ボンドカーズ大阪岡です。よろしくお願いします。そしてご紹介させていただくお車がこちら、2017年式マクラーレン 720S ローンチエディション、こちらをご紹介させていただきます。はい、はい、大丈夫ですか？緊張していますか？緊張しております緊張しております、はい、何を喋ってそして紹介させていただくお車、一発目がなんとこんなにカスタムした車っていう、はい、そうです。でなんかこれは大阪店の方で全部カスタムした車ということ で、 そうです、はい、初めてボンド大阪で初めてマクラーレンでカスタムさせていただいたお車。ああ、そうなんだ、はい、なるほど。もうちょっと原型をとどめないぐらいいろんなところがカスタムされてるみたいなんで、ちょっと順番にエクステリアからご紹介させていただこうかなと思います、はいはい、でまずボディカラーがなんか見たことないようなボディカラーになってますけど、こちらラッピングでございます。あ、なるほど、はい、もう全面フルフルで。全面フルです、はい、なんで元色はアゾレスオレンジっていうオレンジ色、ね、割とこう定番の720の。そうですね、720ではイメージカラーですかね、はい、お、なんとこれ なんて言うの、マット、これマットガンメタ、マットガンメタ、なんか正式名称は忘れました、はいまあ、フィルムの名前のカラーの名前なので、はい、ちょっとハンツヤの、はい、そしてこのメタリックがちょっとフィルムなのにすごいっていう、結構ギラギラしてるんで、はい、マットなんですけどちょっと光が当たると光沢が出るというか、はい、が全面。ただちょっとこの辺とかはちょっとオレンジを、ここは最後に入れたんですよ、あ、オレンジを。あ、なるほど、はい、なんでこれ元色が出てるんじゃなくて。そうなんですよ、アクセントとしている。はい、サイドボディサイドとかのは最後に入れてます。なるほど、はい、ちょっと内装のオレンジなんかと合わせて、はい、あえて外装にもオレンジをちょっと入れてるっていう、はい、ちょっと残してます。はい、そしてもう前回りとか720ってちょっと話戻っちゃうけど、なんかマクラーレンってこう3つぐらいシリーズがあって、はい、アルティメット、スーパースポーツと、スポーツで720は真ん中の、はい、スーパーシリーズですね。でもスーパーシリーズの中でもちょっとこう馬力とかが、馬力というかそのグレードが、ラグジュアリーとパフォーマンスとスタンダードと、はい、で今回のは、ただその中でも初回限定のローンチエディションになります。はい、で名前の通り720馬力っていう。そうです、はい、でやっぱりちょっと他のマクラーレンとちょっと顔つきが違う感じの、結構いかつい感じが、はい、ついこの間ボンドチャンネルでもご紹介させていただいたセナとか、ああいうちょっとアルティメットシリーズにちょっとつながるような。そうですね、はい、この辺のもうヘッドライトがまずこんな細長いのは、そしてもう至る所がカーボンになってるっていう。これなんかパッケージがあって、そうです、はい、オプションがこう前回りとルーフとあとリア回りとが確かパッケージで分かれてる。もうほぼほぼフルフルでついてるよ、もう全部入ってます、ね、でもこの辺とかライトの周りとかこのダクトとか、はい、ボンネットも入ってます。またこのガンメタの外観とちょっとカーボンパーツの相性もかなりいい感じな感じで、かっこいいですね、はい、そしてサイドに回っていくとサイドもかなりカスタムが進んでおります。はい、ホイールが今度、そうですね、ホイールがこちらアナーキーですね、はい、フロント20、リア21インチ、でもうオーダーメイドなんで全部出面も、はい、つらつらで完璧っていう、まあ、マクラーレンも意外に作れちゃうっていう、はい、そうですね。なるほど、なんであともう車高は、ノビテックのスポーツスプリングでローンしてます。あ、なるほど、はい、ちょうどいい感じになったり、そうですね、結構、はい、これ上げたり下げたりとかっていうのリフターもついてます。あ、リフターの、はい、純正の、純正のリフターをそのまま使えます。はい、でこのブレーキなんかはこれオレンジはもともとここがもともと純正で色が選べるんで、はい、まあ、元色 の、 そのアゾレスオレンジに近いオレンジメタリックなんですけ ど、 な、 るほど、なんでここに合わせてちょっとこうセンターキャップの色を入れてあげたりとか、はいはいはい、ちょっとおしゃれな感じに、はい、でちょっとフィニッシュもちょっとこう、そうですね、ここがブラッシュドマットスモーク、でこっちのリムが、ブラッシュドクリアです。ちょっと金属のこう質感をこう、そうですね、思い切り出したような、はい、そんなホイールに、うん、ちょっとこう走りのイメージとかこうメカな感じのマクラーレンのイメージに合わせて、はい、ちょっと高性能感を出してみた感じですね。そんなホイールになって、はい、で今回このアナーキーなんですけども作ってるのは HRE なんで、まあ、品質も、はい、間違いないです、強度なんかもバッチリなんで、はい、まあ、マクラーレンでも安心して履いていただけるかなっていう。そうですね、はい、アメタンでもやっぱりこうデザイン優先のものとこう性能というかちゃんと、そうですね、強度をちゃんとしっかり、強度と軽量で、まあ、レースでも使えますよっていう、いろいろあるんですけど、まあ、自信を持ってその辺もお勧めできる、はいはい、そんなのになってます、は
い、そして横に回っていくとミラーなんかも全部カーボンで、そうですね、ミラーもカーボンになってまして、はい、と先ほどフロントにも入ってたこのオレンジのラインは後から入れてますね。はい、なんで、はい、ここからその途中でボディからオレンジにこのフィルムを買ってでオレンジのラインからオレンジのラインを入れました。はい、ちょっとさすがにこれ残して貼る方が大変なんで、な、はいはい、かなり手が入ってるみたいです。ここの切り具合とかちょっと、これラッピングなんでもその色を変える意味合いもあるけど、その傷を防止するとか、そうですね、はい、それもあります、効果もあります。はい、でリアはまたすごい根茎部が、はい、逆ずりが大変なことになっております。そうですね、はい、リアはなかなか、なんでリアの方が21インチなんでちょっとあのスポークの足も長く見えるので、なるほど、はい、外径もちょっと大きくなって、そうですね、はい、で当然リアもバチバチのサイズに、はい、なっております。あとオプションでこう、はい、ルーフもカーボンになってます。はい、カーボン、これルーフカーボンじゃないとガラス？そうですね、あのゴリラガラスっていうあの強度のあるガラスのやつになってて、はいはいはい、もう造形がなんかもう宇宙船みたいな、そうですね、はい、前から後ろから全部こうつながるデザイン、やっぱりちょっと独特だよね、こうフェラーリとかちょっとランボとまた違ったこうラインの、そうですね、ここのテールライトとかももうすっごいシャープな感じで、そしてこの辺はもうなんというかグリルがもうスカスカのグリルで、はい、中のカーボンが丸見えっていう、はい、これはここに繋がってると、そうですね、ここからこう抜けていく感じの、ああなるほど、はいはい、でその辺も全部カーボンと、そうですね、はい、でマフラーがなんとここだし、ここから、はい、なんか SVJ みたいな、そんな感じですね、最近多いですねスーパーカーで、もうなんか、はい、すごい造形になってますけど、でここはなんかちょっとやっぱり排気が当たるからか、そうなんですよ、違う素材に、はいはい、しっかりなってたりとか、はい、でウィングはこれ出てくるタイプの、ここ出てきます、はいはい、スピード出したりとかすると、そうですね、なんで、あのフルブレーキング時も、はい、あの通常出てくるのよりさらにこう、はい、角度がエアブレーキみたいな感じで、そんな感じになりますね、はい、そんなのもついてます、はい、で下回りもこれ全部カーボンということで、はいはい、フューザーもカーボンになってて、で、フロントサイドに合わせてここもオレンジのラインだけちょっと、はいはいはい、入ってると、はい、でもうリアからこのデフというかミッションが丸見えっていう、丸見えです、はいはい、特になんかこうランボとかフェラーリよりかもなんかこう外観にこう高性能感がにじみ出てる、そうですね、あとは多分こういうところがあの軽量化につながってるんじゃないかなっていう、はい、もう本気でなんか走れる、そうですね、マクラーレンはにじみ出ております。はい、もう踏んだらめちゃめちゃ速いんで、なんか結構同じ価格帯のスーパーカーの中でも速いから選ぶっていう人も多いですね、多いみたいです、はい、外観こんな感じでしょうか。はい、はい、あとそうだ、エンジンルーム開けたいところなんですけど、マクラーレンは毎回開かないっていうことで、そうです、はい、なんでここを全部ごそっと分解しないと外れるんです、ね、ただなんとイルミネーションが確かつくって聞いたん で、ドアを開けると、はいなんと作っている。これ別に性能には全く関係ないけど、ちょっとこういう演出というか色気というか、そうですね、はい、それも忘れないっていう、結構これはかっこいいですね。 V8 V8 ツインターボ4リッターぐらい、そう4リッターテロップ、テロップですね。でちょっとボンネット開かないんでこう、はい、ランボみたいにこうエンジンどうだっていうのはできないけど、バンできない、ちゃんとこういう演出もついてると、ね、エンジンも結構奥ですからね、確かに多分その重量配分を考えて、続いてちょっと内装見てみたいと思います。なんとドアを開けるのがこの裏の この辺を、はい、そこにスイッチがあります、開けるという、はい、でじゃーんっていう、またちょっとランボのシザースドアと違う、そうですね、はい、ちょっと注意しないといけないのが結構横に出るんで、あーなるほど、ランボは上に開くんで、はい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 、場所は取らないけど、まあ、これはちょっと横を取るという、はいはい、ディヘドラルドアです、はい、うん、覚えたから言ってみたかっただけです、ディヘドラルドア、はい、ドラで、これがこれ どうやって閉めるの、あ閉める、結構この辺持つ、この辺持って、はい、でなんとちょっと見ててください、イージークローザー、はい、ソフトクローズがついてます、はい、ちょっと女性の方にも優しい、そうですね、確かにあとは多分バンって閉めると、うん、あんまりよろしくない、ちょっとこういう複雑な造形というか動きのドアってどう閉めていいか分かんないけど、こうソフトクローズついてるんでそっと閉めてもらえば閉まるっていう、はい、で内装はすごいことに今一瞬見えちゃいましたけどなってました、はい、ここがもうフォージドカーボン、そうです、はい、そんな感じで、ボディがもう要は乗るとこが全部そうになってるっていう、そうですね、
でドアなんかも全部アルカンターラとレザーと、そうですね、使い分けて、もうザ・イギリス車みたいな超高級な感じも抜かりないです、うん、はい、こんな感じでしょうか、はい、でこのサイドも割とちょっと低いというか、そうですね、結構、まあ、最初は乗り降りしにくいかなと思うんですけど、慣れてくると意外と、でちゃんとこっちは低く作ってあるんで、はい、そうですね、まあ、そんなに大変じゃないかな、めちゃめちゃ、特にあのここが開くんで、そうですね、本当に乗り降りは横に開いてサイドシル広いと乗りにくいんで、だここにこうルーフがある車に比べたらもう全然乗りやすい、はい、乗りやすいですね、そんなマクラーレンでございます、はいはい、で内装がもうシートとか、はい、そうです、アルカンターラに、オレンジのステッチとパイピングが入ってまして、背中とかこれはパンチングになってるの、背中もパンチングですね、パンチングになってる、なんかちょっとちゃんと本当にエンジンルームもそうだけど色気というか、そうです、ね、おしゃれさもちゃんと、内装って結構スーパーカーってなんか武骨な感じのところも多いんですけど、うん、ちょっと体育会系ではあるけどちゃんとこういう、そうですね、おしゃれな、乗ったらちゃんと快適ですよっていうのは、でも至る所全部アルカンターラです、そうです、はい、シートのこの辺とか後ろとか、はい、ちょっとトレイみたいに、はい、少し荷物が置けそうなスペースも、そうですね、はい、後ろにあの一応バンドみたいなのもあるので、転がったりちょっとしたバッグとか上着ぐらいだったら置いとける、置けます、はい、全然実用性まるで無視のスーパーカート、多少使えるスーパーカートありますけど、はい、そうですね、マクラーレンは割と使える、はいはい、そういったスペースもある、はいはい、でちょっと乗ってみたいと思います、はい、じゃあ、これはでも本当に自分で言っといてなんだけど、ここが抜けてるとかなり乗りやすい、乗り降りがしやすいです、足先に入れた、はい、そしてシートはもうセミバケみたいな形状ですけど、はい、でもそんなに全然タイトさはない、硬すぎる感じもないですし、はいはい、ついこの間紹介したあのアベンタドールの SV なんかよりかは全然、あのパケットシートのやつですね、そう、あれなんかこうっていうこう感じだったけど、それに比べると割と、ただクッションとかはかなりしっかり、そうですね、はい、サイドサポートも下もかなり固めなんで、体はかなりしっかり支えてくれるんじゃないでしょうか、で中からはこんな感じです、はい、でやっぱりマクラーレンなんで必要なもの以外何もついてないっていう、そうです、はい、最近の車では珍しくステアリングスイッチが一つもない、確かに、はい、ハンドルも全部アルカンターラ、はい、なんでこう滑りにくくっていう感じですね、どこを握っても滑らない、はい、確かにスイッチ何もないのちょっとこう、そうですね、あとあの内装のカーボンが全部これ艶消しマット仕上げなんですよ、でここもメーターフードもこのなるほどコンソールもちょっと外と使い分けてる感じで、この辺もカーボンなんだ、そこもカーボンです、へー、ちょっと折り目が若干違いますけどね、こっちの方が多分強度が必要だと思う、そしてどこから触れていいか分かりません、まずじゃあエンジンかけます、かけますか、エンジンちょっと僕足が短いんで、はい、ちょっと待って、シートこれどうやって、これ電動です、どこ、こっちです、あ、この影に、あ、全然分かりませんあ、ここに、そうです、でもこれはちょっと見えないんで、そうなんです、感覚で触ってもらうかしないと、ちょっと結構便利な機能があるんで、え、あのえ、他の車でなんて言うんですか、あのコンフォートアクセスみたいな、エンジン切ったらこうシートが後ろに下がるじゃないですか、で高級車についてる、そうなんですよ、でマクラーレンって乗り込んで、エンジンかけると一番後ろに下がった状態でかかっちゃうんですよ、で乗り込んでエンジンかける前にメーターにあの左レバーを引くとコンフォートアクセスっていうのが出るんで、引いてあげるとウィーンってその降りた時のシートの位置まで戻ってくれてエンジンオンすると、あ、はい、そうなんだ、その場所で、ちょっと手間なんですけど、でもあるのとないの、そういう機能もついてると、はい、ですね、すごい、でちょっと僕足短いんでこのぐらいにしてちょっとかけます、はいはい、超レーシングサウンドでございますうるさくて何も聞こえないんで、でこれメーターもエンジンかけると出てきたりとか、あと手動で、はいはい、閉じたり、サーキットのボタンで、
ああなるほど。そうです、サーキットの時にここがメーターあると見えなくなっちゃうので、うん、でここに確かに言ったら今のシフトと回転数とは、スピードと出ます。視界を広げてちょっと必要なものだけ、はい、もう本当にだから運転、はい、ハンドルに集中するっていう、そうですね、そんな運転席です。はい、でこの辺がそのさっきの開けたり閉めたり、あとボンネット開けるボタン、はいはい、でそこのサイドシルにあのローンチェディションっていうプレートが、はい、入ってるわけですね。入ってますので、なるほど。で足元は正直かなり狭いです。はいはい、信じられないぐらい狭いです。助手席も結構狭いです。一応フットレストついてますけど、もうかなり真ん中寄り。そうですね、ちょっと間違えてブレーキペダル、ブレーキペダルもかなりちっちゃいです。だ普通はこうマニュアルの車でクラッチがあって、その隣にフットレストっていう感じだけど、マニュアルの車のクラッチの位置にもうフットレストが、はいはい、でアクセルペダルももうかなり狭い、もう本当に結構タイトな感じ、はい、タイトな感じでございます、はい、そしてこの辺はナビ周りは、はいはい、この辺がこの辺りがモード切り替えとか、そうですね、結構マニュアルモードだったり、はい、アクティブっていうのがまあ言ったらスポーツモードみたいな感じですね、ついてたりとか、はいはい、でこの辺がナビ、そうですね、はい、もうナビはもう必要最低限、そうですね、はい、あーオープニングもめちゃめちゃかっこいいです。なんか iPad が入ってるような感じですね。ああなるほど、はい、あ意外にでも、はい、そうなんですよ、ああ、はい、結構スマホみたいに、なるほど、はい、最近の車みんななんか大きい画面になっちゃってるから、そうですね、ちょっとそれからするとちょっとちっちゃく感じなんですけど、でも全然使い勝手もいい、まあ、必要にして十分な感じで、はい、でエアコンなんかもそこでこの辺で、はい、これエアコンの人がヘルメットかぶってるんです、フルフェイスをかぶってるっていう、はい、でこの辺の操作も全部、ね、タッチで、あ、はい、シートヒーターもついてる、ついてます。ベンチレーションはないんですけどヒーターだけついてます。あなるほど、はい、じゃあ本当に街中でも全然乗れちゃうというか、もう普通に乗れます、はい、スーパーカーなわけですね。バケットシートの方もあるんですけど、そっちはヒーターはついてないですね。あそうなんだ、はい、じゃあ割とこうストリートな、はい、仕様になってる、そうです、720ってことで、はいはい、で改めてなんですけど、ちゃんとスピーカーもバワーズ&ウィルキンス、はい、あこっちもツイッターがついてて、でダッシュボードなんかも全部、そうですね、もうレザーとアルカント、はい、ここもこれスピーカー、あセンターのスピーカーもついてる、あります。結構この狭い空間にこんだけついてるとやっぱり音もいいですし、あなるほど、はあ、なんでどっちかというと、はい、エンジン音を楽しむ車の気がするけど、そうですね、ちゃんとオーディオも抜かりないという、はあはい、でもまあやっぱり最近の車どんどんCD とかも見れな聞けなくなってきてるんで、なんでもう Bluetooth とかで、 Bluetooth なんで、はい、スマホつないだり USB でっていう感じですね、うん、はい、でこの辺がシフト周り、そうです、ドライブ、ニュートラル、リバース、はい、あとはパドルで操作する感じです、はい、こっちを押すと向こうが触るんですよ。ああ、なるほど、昔の DM こんなんでしたよね、確か。あそうなんだ、分かんない、そのとシーソーになってる、そうなんですよ、はい、そんなパドルです、はい、でこの辺は本当に最低限のドリンクホルダーと、でもこの辺も全部アルカンターになってます、はい、でドリンクホルダーとそこが開いて中にある USB と、あなるほど、はい、で ETC がここ、あなるほど、でこの辺多少小物入れというか、はい、そうですね、でもう一個ドリンクがちょっと置けそうな感じで、はい、あでシガーも一応ついてる、シガーもそこにあります、なるほど、はい、でグローブボックスとかはない感じなんですか、もうボンネットの中ぐらいですね、なるほど、はい、あとはまあこの辺にちょっとネットがあったりとか、はい、あと後ろのこの乗ってみて改めて見たけど、後ろのこのちょっと荷物置けそうなスペースは割と使えそうな、結構ちょっとした旅行のバッグぐらいなら全然置けますね、置けるっていう、でこう飛んでった時にこうガラスに当たっちゃうんでちゃんとバンドもついてる、そうですね、そこにもスピーカーがあって、あなるほど、じゃあこの狭い空間にツイーターもついてて、はい、これスピーカー2個ついてるのかな、ああそうですね、2個ミッドとその辺もついてると、はいはい、意外にこうちょっと普通の車というかスーパー他のスーパーカーのちょっとこう常識が通用しないというかちょっと独特な、そうですね、内装です、はい、こうルーフも全部アルカンターラで、はいはい、
あとマクラーレンで重要なのがこれですね、バッテリー。ああ、バッテリーが本当にあのマクラーレンはバッテリーを常に充電できる環境じゃないとちょっと所有しちゃダメなんだ。なかなかの上がった時が辛いです。それは どうなっちゃう。まずドア開かない、ボンネット開かない。でバッテリーがボンネットの中のこう、キャビン側の方ですかねにあるんですけど、まずそこにアクセスできなくなるので。あ、はい、もうそもそもドア開けるのがメカニカルじゃないから。そうなんですよ。もう言ったらあの電動というか、はい、そのヒンジとかも。じゃあもう絶対開けちゃいけないんだ。そうなんです。なんでもうしっかりここに、はい、それが無理な人はボンネットだけを開けてエンジン置いとく。なるほど、はい、ボンネットだけなんとか開けば。そうなんですよ。開けばもうアクセスできるので。なるほど、はい、じゃあちょっと環境がない人は工夫が必要な。そうですね、はい、バッテリーメンテナンスはもう一番重要です。ステッチとか、うん、めっちゃおしゃれ。あ、ここですね。こんなステッチ見たことない。左右でちょっと違うんですよね。おしゃれ。ちょっとあんまり他の車で見たことないステッチが、はい、左右で違うっていうのがおしゃれですよね。すごい。こっち側だけです。確かにこっちないんですよ。あー、こっち側だけ。確かに。なんかちゃんとおしゃれさも忘れない、はいはい、体育会系だけどちゃんとそういう色気も残ってる、はい、そんな車です。じゃあ続いてボンネットをちょっと見てみたいと思います、はいはい、開けるのは運転席の端っこのボタンっていう。そうですね、はい、で開けると割と容量結構深いです。ある。はい、なんかポルシェなんかより全然こう幅も。そうですね、意外と広いんで。で深さもかなりあるんで、うん、本当にバッグ2人分くらい。そうですね、スーツケースはちょっと多分きついと思いますけど、あ、でもそれぐらいは結構詰めますね。でボンネットの裏は貼ってない。そうです、このまんま。ちょっと造形的にここを全部フルラップっていうのとか。そうなんですよ、結構返しがあったりこう、まあ、基本的に見えないんで、はい、そんな処理になってます。そうです、はい、でこの辺はこれエアコンのなんかあれなのかな。違うかな。ここ抜けてるんですよね。余計なこと言うのやましょう、はい、であとここがバッテリーの充電ポイントだ。なんでここを開けてここにあの専用の C-TEC とかの、はい、繋いでもらえば。そうですね、はい、結局ボンネットはあのなんていうんですかね、コードをダラーンとしてボンネットは完全に締めずにっていう感じ、はい、なるほど、はい、ついてると。そうです。でこの辺がバッテリーなのかな。これ、あ、これの辺をごっそり分解するとバッテリーが。そうなんですよ、ここをね、これ外れるんですよ、はい、ここを外してこれバコッと外したら中にバッテリーが。あ、なるほど、はい、じゃあもうとにかくボンネットだけなんとかアクセスできれば。そうです、はい、だからここさえ開けば充電というかジャンパーもつなげれる。なるほど、はい、はい、そんな感じの、はい、いや意外に容量があるのはびっくりしました。結構、はい、こんなになってますね、はいはい、じゃあ続いてちょっと灯火も見てみたいと思います、はい、でまずもうオンにするとオートなんで、はい、スモールがついちゃうってことで。そうです、オンにします、はい、はい、ちょうどこのライトの下の部分ですね、ここがスモールランプになってるみたいです、はい、そしてロービームをつけると、はい、これプロジェクターがいくつか入ってる、その外側2個が、はい、ロービームに光るみたいです。なんでもう LED ですね。あ、なるほど、はい、そしてハイビームなんかはこれエンジンかけないとつかない感じでしょうか。あ、ハイビームは内側の4つちっちゃめのプロジェクターが光る感じです。はい、で、あ、ウインカーは流れるタイプの。そしてこの横のここまで光る感じです、ね、横があのサイドマーカーも兼ねてますね。あ、なるほど、ミラーウインカー、ここがサイドを兼ねてるみたいです、はい、じゃあリアも見てみたいと思います。ちょっとブレーキなんかはエンジンかけないとつかないみたいなんで、ちょっとエンジンの音も、はい、一緒に聞いてみたいと思います。お願いします、はい、かけます。これでなんと純正っていう
そうです。なんで当然このまま車検も OK です。そんな仕様でございます。はいはい、これ言ったらアクティブっていうさっき押したスポーツモードをするとウイングが出てきます。もう速度関係なくウイングが出ちゃうんで、はい、でこれを出るとこんな感じになる。そうなんですよ。でこれはあの止まってる状態で戻すことができないんで、あの普通のモードでちょっと走って速度を感知すると勝手に下がります。なるほど。はい。じゃあもう今日から展示は出しっぱなし。出しっぱなしで。はい。はい、そんな感じでございます。はい。はい、というわけで今回ご紹介させていただいたんですけれども、もうボンド大阪の方ではこういったスーパーカーとか、はい、はい、もう何だったらハイパーカーでも、はい、そうですね。まあいろいろカスタマイズだったりとか、はい、まあ、あとはタイヤホイールの、はい、チョイスが、そうですね。はい、もうそこは今いっぱい種類ありますんで、はい、まあ、一押しのものがおすすめできますので、はい、ぜひご相談くださいませ。はい、というわけで、はい、今回2017年式マクラーレン 720S ローンチエディション、ボンドチャンネル特別編としてボンド大阪からお届けいたしました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。